はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、キリン堂薬局の特注トミカを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはキリン堂薬局の特注トミカです。車種の方は日産プレジデントだね。正面の方から見ていくとこんな感じだね。ナンバープレートのところは小さくだけどプレジデントって書いてあるね。で、グリルとヘッドライトの部分は別パーツになってます。で、ボンネットのところを見ていくとこの部分にキリン堂薬局ってプリントがされてるね。キリン堂っていう薬局はちょっと知らないんだけど、広島にあるドラッグストアなのかな。で、ルーフの方を見ていくと赤色灯がついてます。で、助手席側はこんな感じだね。ドアの部分には赤い十字がプリントされてます。で、それ以外は特にプリントはないね。で、リアの部分はこんな感じだね。テールランプの部分は塗装はされてないね。バンパーのシルバーの部分は車種と一体型になってます。で、運転席側はこんな感じだね。助手席側と同じで赤い十字のプリントがされてます。で、上の方を見ていくとルーフの部分には赤色灯がついてます。内装の方はこんな感じだね。ブラックの内装なのでちょっと見づらいかな。シートの部分はバケットシートではなくてちょっとふっくらしたようなイメージのシートになってます。で、タイヤの方はサスペンションがついてるね。で、アクションの部分はあとはドアの開閉がついてます。で、裏の方を見ると日産プレジデントナンバー61番の車種になってます。で、こうやって見てみるとやっぱりキリン堂っていう薬局なので医療関係の車をイメージしたデザインになってるのかな。ボディカラーの方はホワイトのソリッドで赤色灯がついてます。箱の方は正面のパッケージにキリン堂薬局のイメージキャラクターかな。で、側面の方はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はキリン堂薬局の特注トミカ日産プレジデントを紹介しました。で、グリルの部分とかヘッドライトの部分は別パーツでできてたね。バンパーの部分もシルバーで面白い一台だと思います。で、ベース車種の日産プレジデント自体は形は結構年代物だね。で、このトミカはメルカリの方で購入したんだけど、特注トミカって書いてあったけど二次加工品になるのかな。ちょっとその辺定かではないです。で、価格の方は送料込みで900円ぐらいなので、そんなに高いトミカじゃないね。このモデルも面白トミカでコレクションしておこうと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。